番間近ですけど、心境としてはいかがですか？はい、そうです。もう初めてバンテリンドームで投げるんで、今は多少の緊張と、そうですね、もう楽しみしかないですね。どういった部分が楽しみな部分はありますか？まあ、しっかりとここまでいい準備ができているので、それをしっかり自分の中で出していい結果が得られるようにしていきたいなとは思います。この21日の登板はどういうシチュエーションで伝えられたんですか？はい、そうです。前回鳴尾浜で投げてから次の登板が決まったっていう感じなので、しっかりと、まあ、伝えられてからは準備はする時間はありましたね。こうどういう言葉をかけられて？そうです、まあ、21日オープン戦のラスト行くからっていうふうに落合コーチから伝えられました。本拠地っていうところでの初登板もそこで決まったと思うんですけど、はいはい、聞いたときは。そうです、まあ、あんまり初登板っていうのは意識はしてないですし、やっぱオープン戦の最後なのでいい勝ち方してシーズンに向けて全員がいいスタート切れるようにやっていきたいなとは思います。こう緊張するタイプだったりって、はい、いや自分はかなり緊張するタイプだと思いますね。こうこれまでも振り返ると結構そういうことはありました？はいはい、そうですね、この前のペイペイで投げた試合も、その前のチャタンで投げた試合もかなり緊張した中試合に臨んでたので、まあ毎回緊張はするもんだなとは思います。あの本拠地ですけど、はい、こうお知り合いだったりご家族だったりって見に来る？はい、そうですね、友達が多少ですけど来るので、まあそこは、まあ、そこがどうとかっていうのはないんですけど、しっかりといい準備をしていい形で自分を見てもらえたらなとは思います。あの頼れる先輩方がいると思いますけど、はい、何かこう声かけられたりっていうことありました？そうですね、やっぱ試合前の準備とかは、柳さんであったり小笠原慎之介さんであったりっていうのを人の見ながら真似して取り組んでますし、試合前もいろいろ声かけてもらっているので、それについてはすごく心強い先輩方が多いですね。これやっぱりそこはこう教えられるもんじゃなくて自分で盗んだり聞いたりっていう、そうですね、やっぱ試合前の自分の空間であったりっていうのは自分もロッカーで見てきたりはしてるので、やっぱあの集中力であったり準備の仕方っていうのは自分も真似して、まあ真似して自分もやっていこうかなというふうには思ってますね。あのよく高卒2年目で活躍する選手が多いって、はいはい、あのご自身も口にしてますけど、はい、去年1年はなかなかこう本拠地での登板巡ってこなかったじゃないですか、はい、どういうふうに過ごしてました1年間？もちろん去年の1年はすごい悔しい結果に終わった1年ですし、まあ、不甲斐ない1年だったんで、なんとか今年勝負かけるつもりで自分はやってますね。そういった中でここまでっていうところでは、はい、まあかなりいい結果もついてきていると思いますし、ここまでしっかりとチャンスも与えてもらっているので、しっかりそれを恩返しできるように結果で示していきたいなと思います。あの去年のオフからずっと開幕のローテーションを狙うという気持ちで取り組んでいたので、今のところはすごく順調に来ているので、しっかりと自分の中でもバシッと決めて一番いい結果が次の登板でできるようにやっていきたいと思います。
ドラゴンズ公式アプリドラフルが誕生しました。このアプリはドラゴンズが公式に展開する際のひとまとめにしたアプリです。ドーム内各所に設置されたアルコール消毒液をご利用ください。高橋宏斗
うらやましいっすよ、ずっと150キロ投げてるじゃないですか。スプリットも空振りするし、みんなそうですね。あとなんか落ち着いてるっす。ずっと緊張しますとか言ってあいつ、すいません、あいつあの顔、ほっとした顔。吉野助さん顔見すねえから。どうだった、よかった？一気決まったんですけど、かなり手応えは前よりか全然いいです。焦っちゃう。え、焦っちゃいます。握るんじゃなくて、どうせ焦ってないですよ、そんなこと。いや、しんのすけさんにいつも助けてもらってるんで。助けてない。今日はしんのすけさんのおかげです。すごかった、すごい、すごい本物っす。ありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうです。あ、どうも、お願いします。お願いします。6回途中、はい、三振も11個奪いました、はい、今日のピッチングどう振り返りますか？そうです、まあ、前回の鳴尾大浜と、福岡で投げた試合でしっかり出た課題が今回はしっかりと、まあ、クリアした中で試合に臨めたので、自分の中ではかなりいい感触の中試合に入ることはできましたね。過去の反省でいうと、やっぱり変化球の精度、はい、そのあたりでしょうか？そうですね、まずは変化球でカウントを取って、であのカウントを有利に進めていくっていうのが今日の課題だったので、そこはしっかりとできたかなとは思います。三振をバンバン取るピッチャーではあんまりないんですけど、今回はしっかりと三振を奪えてたので、それに関してはしっかりと腕が振れて変化球もまっすぐも投げれてるなっていうふうには思ったので、だいぶ感覚はいい感じですね。今自分ができるピッチングはできたかなと思いますし、あとは5回の整備終わった後の入りが少し難しいところであったんで、そこはしっかりといろんな先輩方に聞いて入り方をもう少し修正して次の登板に生かしていけたらなと思います。開幕してからはチームが勝つために自分がやるべきことを果たすだけだと思うので、まずは自分の結果調子どうこうよりもチームの勝利に貢献できるようなピッチャーになっていきたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、緊張結構するって、はい、事前におっしゃってましたけど、実際どうでした？もうかなり緊張してましたし、準備段階でも本当に吐きそうになるぐらい緊張してましたね。どこが一番ピークだったというか。そうですね、やっぱアップ終わってロッカー帰ってからご飯食べてちょっと休憩する時間が1時間ぐらいあるんですけど、そこがやっぱ一番緊張しました。一軍はこう登板までの、はい、ことももう全部任されてるっておっしゃってましたけど、はい、そのあたりの過ごし方ってどうできますか？そうですね、そこはもう自分が特に何やるとかは分かってなかったので、しっかりと先輩方にいろんなアドバイスをもらいながらそれを今日は真似したっていう感じですね。ここは今後こうまたに生かしていくというか。そうですね、まあ、今日の形でしっかりいい状態で投げれたので、この準備の仕方っていうのを今後も続けていきたいなと思います。トータルで振り返るとどういう感情が込み上げますか？はい、今日のプレーなんて。やっぱ6回途中でマウンド降りてしまったので、そこに対しての悔しい気持ちと、やっぱいろんな収穫もあったので、今回はすごく課題と収穫もしっかりできたので、すごくいいマウンドになったかなと思います。こう楽しいではないですけど、はい、そういう感覚とかそうですね、もうあんまり楽しむ余裕はなかったですし、
はい、余裕はなかったです。必死でした。あとあの登場曲はいで聞かせてもらっていいですか。どういうなんか友達がそれは僕に教えてくれて、なんかあのアベマのなんか恋愛リアリティショーみたいなやつの流れてた曲ですね。歌詞とかメロディーとかはなんか、ね、特にはないです。あんまり気にせずにいいなと思ったんでそれにしました。聞けました。いや聞く余裕はなかったですね。もう完全にテンション上がって緊張して真っ白になってましたね。あのちょっとカメラ回ってないところですけど、はい、柳選手登板見てて、はい、バケモンですわって僕に言ってたり、はい、さっき小笠原選手も、はい、あのすごいねっていう話されてたと思うんですけど、はい、それ先輩たちからの評価聞いてどうですか。いや本当に柳さんであったり大野さん小笠原さんからは自分に対していろんなアドバイスをくれたりいろんな言葉をかけてもらっているので本当に感謝しかないですし、今日の試合の準備とかも一から柳さん小笠原さんの真似もさせてもらっているので、あとはあの3人に自分はついていくだけだと思ってます。あとはあのこれからずっと投げていく本拠地での初登板でしたけど、はいはい、これから何年もやっていくイメージってどうですか。はい、もちろんしっかりあそこで何勝も挙げれるようなピッチャーになりたいですし、なるつもりで今日は第一歩を踏み出せたかなと思います。開幕シーズンに向けてというところではどういった、はい、そうですね、まだいろんな課題もありますし、しっかりと仕上げていかないといけない部分も多くあるので、開幕までにしっかりそこを潰して一番いい状態で開幕迎えたいと思います。今年はバンテリンドームでたくさん投げれるかなというような、はい、現状ですけど、はい、そういったところを踏まえてファンの皆さんにメッセージいただけますか。はい、そうですね、もちろんシーズン入ったらチームの勝ちに貢献できるようなピッチャーに絶対になるとなりますので、今後とも応援よろしくお願いします。キーホルダーもあるんだ。ねえ。僕のリュックに梅津さんと柳さんをつけよう。いいっすね。しんのすけさんも。爆買い。爆買いだね。爆買い。どうすか。かっこよくないですか。いいね。自分のは買わなくていいの。いや僕大丈夫です。なんで。今日投げるの。